一方、静岡市では踏切事故の防止が呼びかけられました。静岡鉄道日吉町駅の踏切では、静岡鉄道の社員や警察官らおよそ15人が一旦停止などと書かれた上り旗を持ち、ドライバーや歩行者に注意を呼びかけました。警察によりますと、今年県内で起きた踏切事故は2件で、このうち浜松市では5日、40代の男性がはねられ死亡する事故がありました。静岡鉄道では昨年度、踏切事故は起きていませんが、人や自転車などが踏切へ立ち入り、電車が停車したケースが175件あったということです。